である現在ののポーランンドのシチチェチンに生まれた1820年に16歳で、ベルリンの美術学校に入学し、はじめニードリッヒに学ぶが、1823年から、フリードリッヒ・ビルヘルム・フォン・シャドウの学生となり、1826年に、シャドウが、デュッセルドルフ美術アカデミーの校長に任じられると、ヒュブナー、レッシング、ミュッケ、ケイラー、ゾーンらの学生と共に、 ヒルデブラントもデュッセルドルフに移った。美術アカデミーを卒業した後、1832年から教師助手を務め、1836年から教授を務めた。1848年にデュッセルドルフに作られた芸術協会マルカステンの創立メンバーとなった。晩年は病に苦しんだ後、デュッセルドルフで没した。プロイセン政府から石州勲章を受勲した。 息子のヨハンマリア・ヒルデブラントは植物学者となりベルリンの植物園で働きアフリカを調査探検した。シェイクスピアのリチャード3世に題材を取った代表作のエドワード4世の息子たちの暗殺など文学作品に題材にした絵を描いた。エドワード4世の題材はパリでポール・ドラローシュが同じ題材で描いた海外に触発されたとされる。ありがとうございます。